どうも、はめちゃん大好き、センターテイルです。えっ、ー、とね、ここ、千葉県なんですけど、ちょっと地震がめちゃくちゃ多いっすね。はい。うん、えっと、今これ撮影してるのが3月1日の朝なんですけど、えっ、ー、と、昨日というかまあもうちょっと前ですけど、まあ、そこからね、あの、すごい勢いで、えー、何回も地震が起きてます。でちょっとニュースとかによるとですね、えー、2月の27日の夜以降で、えー、震度1以上の地震が16回起きていると。はい。 で、29日、まあ、昨日ですね。昨日だけで見ても、まあ、地震は10回以上あって、えそのうちの、えー、震度3以上の、えー、揺れっていうのが3回、えー、ありました。で、今ね、これ撮影してるのその、3月1日朝なんですけど、ついさっきですね、三、えー、3月1日の朝の、えー、まあ、6時前くらいにも、えー、震度4の地震がありましたと。ちょっとこれやばくないですかめちゃめちゃ怖いんですけど。 まあこれほとんど震源地がね、千葉県東方沖っていう、まあ、千,千葉県のこう、この右の方なんですけど、そっちのところでね、何回も地震が発生しているっていうので、えー、で、まあここが千葉県なわけなんですけど、もう正直もう怖いっすね。<laughs> めちゃめちゃ怖い。<laughs> ビビり倒してます。はい。 っていうことなんで、ちょっとね、今、急遽、えー、動画を回して、えー、ちょっとね、えー、話していこうかなって言ったところです。まあ、見ての通り、うちね、カメを飼育していますんで、まあ、水槽が、まあ、いっぱいあるわけなんですけど、ちょっとこの辺もね、怖えなっていうところで、はい、ちょっと地震について、ちょっと軽くね、えー、話していけたらなと思います。いやー、マジで怖い。<laughs> もし更新止まったら察してくれ。それでは、ちょっとね、えー、水槽の方行ってみたいと思います。 はい、ということで、えー、ちょっと水槽の方なんですけども、まあ、あのー、地震の対策ってね、まあ、いくつかあるわけなんですけど、まあ、正直そんなにやってなくって、うん、ちょっとね、後悔してますね、今。もうちょいやっときゃよかったなと思ったりしてます。まあ、地震が起きた時に一番こう、怖いのが何かって言ったら、もうこういった水槽がね、もう揺れでこう、ガシャーンってね、 ぶっ倒れることですよね。はい。で、一応ですね、うちの水槽、こういったあの、台に置いてるんですけど、これ一応ちゃんとしたね、えー、水槽を置くための水槽台っていうのを、えー、ちゃんと使用してはいます。まあ、水槽を置く台っていうとね、まあ、いろいろあるかと思うんですけど、まあ、中にはね、こう、ただの普通の、え家具とか、えー、ただの、えー、普通になんかテレビとか置く台とか、まあ、そういった台の上にね、水槽を置いてたりする方もいるかなとは思うんですけど、一応ね、こういった水槽台っていうのをちゃんと使ってはいて、 で、あと、ある程度安定するためにね、この水槽台、この水槽台の、こういったね、えー、フレームが、こうあって、で、その上にね、一枚板かませてます。はい。こういった水槽台のフレームって、こう、中の方、こう、空、空洞というかね、こう、なってるわけで,で、それだけだとね、こう、荷重がどっかにかかった時とかに、えー、どっかの部分だけがね、えー、落ちて、えー、それに荷重に耐えられなくなって、えー、ガシャンっていったりね、そういったことが考えられるんで、こういった一応ね、この下にこう、 台を入れて、ちゃんと、こう、全体的にね、えー、荷重がかかるような、えー、風にはしています。まあ、どっかだけがね、こう、傾かないように、一応こういった、えー、台をね、えー、間にかませて、水槽を置いてるっていうようなことはしています。ただね、もっと言うんだったら、この、この、この板の上に滑り止めマットとかをね、敷いておけばよかったなと、と、えー、思うこともありますね。まあ、そうしたらね、滑らないようになって、これも落ちにくくなる、えー、っていう部分がありますんで、 この下にね、水槽用の、えー、滑り止めマットとかをね、敷っとおけよかったなと思ったりも、えー、今更ながらしてます。まあ、今からどうこうすることはできないんですけど。まあ、一応、ね、船のフレーム水槽なんで、まあ、本来、マットとかはね、あの絶対引かなきゃいけないっていうことではないんで、うーん、まあ、やってなかったんですけど、ちょっとね、今になってビビり倒してますね。<laughs> まあ今見た水槽の反対側になるんですけど、まあこっちはね、もう自作の水槽台で、えー、木の水槽台なんで正直こっちの方が怖いね。<laughs> ちょっと僕が作った水槽台なんでね、どんだけ耐えられるかかなり怪しい部分がありますで。これさっきの水槽よりね、こっちスリムタイプの水槽を置くための台になってるんで、この奥行きがね、33センチっていう風に設計してるんで、まあちょっとね、こっちの方がこう、ガーンとね、倒れやすい可能性はありますよね。うん、ちょっと細、細長の台なんでね。 はい。ちょっとビビってます。一応こういったね、フレームレス水槽とかには、えー、下にマットのを敷いてあったりするんですけど、うーん、まあちょっとね、ぶっ倒れてこないか心配ですね。特に上の段とかにもね、ちょっと水槽置いちゃってるんでね、この辺とか倒れてきたら、あーちょっとね、亀がかわいそうなことになりかねないんで、ちょっとビビってますね。あーどうしましょうね、これ。まあそんな感じでね、もう今からこの水槽の下にマットを敷くだとか、えはできないわけなんでね、 まあ一応水槽台をね、ちゃんと使ってはいるんで、まあそんなに、ええー、大丈夫だろうとは思ってますけど、うん、まあこういったところはね、今からどうしてもないんですけど、まあね、ここからね、ある程度できることっていうと、まあいくつかあるんで、ちょっとそっちも見ていこうかなと思います。で、ちょっとね、まず、このバスキングライトっていうのを、まあ亀の飼育だとね、よく使うんですけど、こういったライト類をね、こういったライト類ね、ちょっとしばらくつけるのをやめようと思います。うん、ちょっとね、早速なんか <laughs>、 日光浴したそうな顔で登り始めてますけど <laughs>。ライトはね、ちょっとしばらくちょっとつけるのやめときます。こういったバスキングライトってね、こう、つけるとめちゃくちゃ熱を持つんで、まあ、熱を発生させるものなんでね、えー、それがこう、地震でこう落ちちゃったりとか、えー、割れちゃったりとかっていった時にね、非常に危険なので、えー、しばらくちょっと点灯するのやめときます。えー、地震が落ち着くまでね。まあ、あとはね、えー、水槽用のヒーターですね。 はい。ちょっとこれもね、えー、この水槽の奥にあるのが水槽用のヒーターなんですけども、えー、ちょっとこれもね、ちょっとどうしようかなって感じです。まあ地震高の時に一番事故につながるのがこのね、水槽用のヒーターだと思います。まあこういったヒーターっていうのはね、こう水槽の温度を検知して、えー、熱を発生させるんですけど、こっちのね、えー、これがセンサーですね。ちょっと今見えないですけど。まあ例えば水槽がなんかぶっ倒れて、えー、水槽の中の水がなくなると、このセンサーがね、 えー、空気中に出ちゃってでそうなるともう永遠このヒーターが発熱しちゃってで気づいた時にはこの水槽の中の水が、えー、熱湯になってるみたいなそういった事故がね一番多いかなと思います、まあ、逆にこのヒーターがね、えー、止まって水が冷たくなる分にはカメ、まあ、だったらねそこまで、えー、いきなりこう水が冷たいからって死んじゃうとかはないんでね、えー、そこまで気にする必要はないかなと思うんですけど、まあ、何よりこの、えー、逆にこう まヒーターの誤作動で、水槽の中が熱くなりすぎちゃうみたいなね、そういったパターンが一番やばいんで、これもね、切っといてもいいかなと思いますね。まあ、水槽がぶっ倒れないにしろ、まあ、どっかね、こう水槽のガラスが割れて、水が減って、で、ヒーターがね、えー、暴走してみたいな事故がね、えー、起こりかねないんで、ちょっとね、考えどころですね。まあ、現在この空間ね、エアコン回せるのもあって22.1度と、そこまで寒いわけじゃないんで、ちょっとヒーター一旦止めてもいいのかなと思ってますね。 さすがに本当に地震多すぎてね、これやばいんじゃないかっていうのがプンプンしてるんで、ちょっと一旦、あのー、落ち着くまでヒーター止めといてもいいかもですね。22度あれば。あまあ、そんな、ちょっと食欲落ちるくらいで、あのー、亀がどうこうなっちゃうってことの温度じゃないんでね。ちょっとね、うん、ヒーター切ろうかな。と、まあ、水槽に関してはね、えー、こんな感じで。 ちょっと今からでもできることというか、まあライドつけないとかヒーターつけないとかそういうことになってきちゃうんですけど、ちょっとそういったところではね、対策取っていこうかなとは思ってるところなんですけど、いやー、マジで怖い。まあいざとなったらね、カメを連れてきに行けるってことはおそらくできなくなると思いますんで、うん。まあなるべくね、こう水槽ぶっ倒れないように抑えようとか思ったりはするんですけど、まあいざって時に連れていけるもんじゃないんで、 ちょっと本当にね、心配ではあります。とまあ、こんな感じでね、えー、亀の水槽については、まあ、ちょっともう今からどうしようもできないことが多いんですけど、まあ,ある程度、えー、電源系とかはね、ちょっと注意して見ていこうかなといった感じになります。で、一応ね、こういった、もうガチなね、あの、防災用品とかっていうのもちょっと用意しておこうかなと、えー、思ってるところで、ちょっと久々にこれ、えー、開けました。まあ、これ、非常用持ち出し袋つってね、はい、あのー、災害の時の えー、いざという時に持ち出す袋なんですけど、昔なんかの結婚式とかの時にね、えー、もらったカタログで、これね、えー、もらったやつかなと思いますけど、ちょっとこの辺の中もね、確認したり、えー、してね、用意しておこうかなと思います。まあ、水とかね、はいまあ、缶詰なんかもね、いくつかね、入ってました。まあ、なんか昔からね、こう缶詰、なんかこれいらねえなっていう缶詰あったら、この持ち出し袋の中にとりあえずあの入れとくっていうのをやってて、<laughs> な,なんだこれ。 ビーフシチューって書いてあるけど、そういうえー、なんかシチューかなはい。<laughs> 美味しそうだな、これ。いいじゃん、これ。あと、美味しい缶詰。普通風にね、ビール飲みたいですけど。<laughs> あまあ、こういうのもね、入りつつ。えーまあ、このエマージェンシーエイドキットみたいな、えー、やつとか、トイレットペーパーとか、えー、ホイッスル、笛とか、えー、ミルクビスケット、おやつとかね、携帯用のトイレとか。 はい、ちょっとこういった袋もね、えー、改めてちょっと中身確認してね、えー、ちょっと準備していこうかなといった感じです。あとこれなんかね、あのアルミが、えー、ついてる、えー、マットになります。キャンプね、昔から、えー、趣味でやってて、あのそのキャンプの時にね、これ下に敷いて寝ると。 え、<laughs> あったかいやつなんですけど。ちょっとこういうふうね、もういつでも持ち出せるように玄関にちょっと置いといたりとか。あとこれもね、カセットコンロですね。はい。こういうのもちょっと玄関に置いて、えー、いつでも持ってけるようにちょっと用意してますね。と、まあこんな感じでね、えー、まあ地震の対策っていうほどではないんですけども、うーん、ちょっと千葉県、マジでやばいですね。ちょっと怖い。ってことで、 まあちょっと今からできることだけでもね対策していこうかなとも思,思ってるところになります。ちょっと緊急だったんでね。はい。動画回してますが。こんな感じなんで。ちょっと皆さん <laughs>。あのー、まあ、千葉県周辺の方とかはと気をつけてもらえたらなと思います。それではここまでのご視聴ありがとうございました。皆さんも良いカメライフを。それでは さようならー <laughs> それどころじゃねえのよ <laughs>。それではさようならじゃねえのよ <laughs>。まあ、水槽台とかはね、ほんと、ちゃんとしたの使っててよかったなって、こういう時には思いますね。